企業内高等学校とは、かつての日本に数多く存在した高等学校の一形態であり、設置者は企業系列の学校法人であった。在学中の生徒には、一般の高等学校と同様の教科とともに、工業科など系列企業で働くのに必要とされている知識を習得させ、卒業後は系列企業の従業員として活躍できる人材の育成を目的としていた。 なお、現在では株式会社立学校の例や逆に、学校法人の出資による会社の設立等の例が見られるが、上記のいう企業系列の学校には、その設立に個別企業が深く関与したり、理事長などとして、学校法人の運営面を支えている学校を指している。これらは、大学の例も多く見られ、流通経済大学、東京工芸大学、流通科学大学、 森村学園、小北短期大学、公文学園や、東っぱなし、学園、柿津端高等学校、麻生グループの学校法人麻生塾、穴吹工務店グループから独立した、学校法人穴吹学園などや、自動車メーカー系の学校法人が運営する、自動車大学校の例もある。学校法人ひばりが丘学園の歴代理事長は、サントリー社長が務め、 大見短期大学も当時の大見、建築株式会社により創設されている。また、トヨタ自動車、中部電力、JR 東海が共同で出資した海洋中東、教育学校の例がある。台湾にも、同国家電大手メーカーである大道小ところへ、有限講師の二代目、林長生により設立された、大道大学、大道高中の例がある。 トヨタ工業大学はトヨタ自動車の資本により設立された大学でトヨタグループ3校の企業内学校からの進学については有給要請制度も設けている。大道大学も企業内学校の大道特殊工技術学園からの進学については技術学園同様の有給要請制度が整備されている。通常は高等課程終了後に1年間の実務経験の後、 職場からの推薦や試験等によって選抜されて、特別研修配属という形を見ており、東映アニメーション研究所のようなより、実学実践志向が強くなっているものも多いとしている。こうした学校には、東洋生館の東洋食品工業短期大学、旧太陽漁業の育徳学園神奈川工科大学、島津製作所の島津学園京都医療科学大学、 住友金属の精神学園、生成薬の星薬科大学、山下汽船の東方学園と同志社香織中学校、高等学校などがある。会社のみならず、業界全体で設立、運営に関与しているのもあり、産業技術短期大学は、鉄鋼業界の出資で設立され、また前述の流通科学大学も現在では、流通業界全体での運営下に置かれている。 その他は、戦前に財閥あるいはその当主によって創設、または支援された学校が出現し、戦後も進学成果の教育機関に引き継がれているものがいくつかある。有名なところでは、安田財閥の保全高等学校、安田学園、浅野財閥の浅野学園、三菱、岩崎の成形学園、三菱商業学校、三菱商船学校、 大倉財閥の寄付によって、設立、運営された東京経済大学、関西大倉学園、全林商業学校、東急、後藤の武蔵工業大学と、東横学園及び、アジア大学などがあり、その他武蔵学園、港南学園、松山大学、大見兄弟社中学校、高等学校などがある。また、慶応義塾大学理工学部は、王子生子、 藤原銀次郎が資材を投じて設立した藤原工業大学が後に慶応義塾に寄贈されたものであり、早稲田大学理工学部も実業家の竹内明、太郎の寄付で創設されている。渋沢財閥の創始者、渋沢栄一と森有紀が設立した商法講習所は後に国立大学になった。ありがとうございます。